本徳寺は、大阪府岸和田市にある臨済宗の寺院。京都にある臨済宗明神寺派大本山明神寺の末寺。三号は、法王山、本尊はおくるみ。南国、そよぎ葛らが回帰したと伝えられており、日本で唯一、明智光秀の肖像画を所蔵していることで有名。回帰寺は、泉国南軍戸場村にあり、海雲寺と称していたが、陛下に焼かれた。 その後、岸和田藩主、岡部幸隆の命で次号を、本徳寺と改め、泉国南軍岸和田村に移転した。寺を回帰した南国、そよぎ葛は、一説には、明智光秀の長男、明智光景だと言われる。光喜びは出家し、明神寺の達中随商院に従して、県林を名乗った。明智光秀の肖像画随商院は、江戸初期には、光秀の妻、 広子の実家である旗本、妻木氏が旦那となっていた。また、玄林の氏は、大神印術、三英随衣で、光秀の三女、玉の夫、細川忠興が旦那となっていた。肖像画には、放火発船三枚さ、つまり、仏門に入り去っていったとの一文が記されている。光秀は生き延びており、そうになった後、寺を出たという意味に読み取ることができる。位牌の改名は、 大鳥学院殿、輝き雲道修大禅城門。肖像画には、輝き雲道、修禅城門肖像さんと書いてある。この改名の、明、修の字の中に、光秀という名前が隠れている。光秀の遺廃の裏には、当時回帰形状を四をおれい、つまり、1599年に当時を回帰したと、記されている。光秀の遺廃に書かれているということは、寺を回帰。 したのが光秀で、しかも慶長を4年に光秀が生きていたことになる。カニから日光を向くと、真後ろは岸和田になる書籍、陰謀と暗号の歴史ミステリーによると、同様に隠された暗号として、カゴメカゴメの歌詞、後ろの正面誰の正体が、明智光秀イコール、天解説の証拠として紹介されている。光秀の出身地から日光の方向を向くと、 後ろの正面はちょうど、本徳寺がある、大阪府岸和田市になる。つまり、日光島将軍総建に、関わりが深い展開の正体が、実は、明智光秀であることを、案に示しているという説である。鳥場村にあった、大日案に、光秀が亡命してきて陰性していたということで、鳥場の俗用に、鳥場へやる前女の命、妻の神うる十兵衛が住みある、三日天下の阿鼻住居と、 伝えられている。郵便番号596-0055大阪府、岸和田市五軒屋町9-13。ありがとうございます。